アローラモコと申します。今回はこのカエリューを使っていきます。で、以前動画で使用してたカエリューが若干特殊一辺倒になっていて、あんまり強くなかったんで、今回努力値を振り直してちょっと物流にしました。竜の前から神速とダブルウィングで、主に戦って役割破壊で雷、まあ、この辺はもう鉄格やとか、まあ、なんかその辺のなんか変なポケモンに打ち込むようですね。まあ、正直竜ドラゴン技がないのも不安ではあるんですけども、まあ、ちょっとこの環境があんまり俺分かってないんで、とりあえず今回はこんな感じで潜っていこうと思います。まあ、もう特筆すべき点特にないですね。もうマルチスケールがただただ強いっていう、なんか一発目に受ける技が HP が満タンであれば半減にされるっていう、マルチスケールのおかげで竜の前を素で積みやすいっていう感じですね。じゃあ使っていきましょう。はい、マッチングしました。コグタツさんよろしくお願いします。ガブリアス、生拳、水ロトムで、リザード、マニューラ、サーナイド、なんか今のさ環境にしてはかなりマイルドに見えるけど、まあ、でもしっかりガブリアスいるんだよね。ガブリアスでもなんかそんなに勝率高くないよな、今のところな。これエルフンから入ってまず起点作ってっていう感じいいと思うんだよな。で、ガブリアス対カエリュー対リザードン対マニューラ行くか。まずエルフンから行こう。で、俺カエリュー入れるわ。で、あの生拳が実はめちゃくちゃ強いんですよ。特性の天然があるから、ちょっと積みポケモンじゃ受け切られる可能性あるんだよね。まあでも言うて海流でいけるか、そこも。一匹クレセリア、いやでもクレセリアとか下手に入れたらね、マニューラとか普通にワンパンされるから、これだ、ま、あれマリルリだ。はい、よろしくお願いします。10が初手マニューラか。ちょっとこれも海流を若干読んできてる可能性あるよね。言うてだってトリプルアクセルでワン確実だからね、海流楽勝で。マルチスケールはそういう連続系の技にめちゃんこ弱い。まあでもこれね、正直ムーンホースで一発殴った方がいいと思う。殴るべき。ただつらら落としのひるみだけが怖い。あとトリプルアクセルで普通に感知される可能性もあるから、それが怖いと思ったけど、相手はなぜかエルフンより遅い。遅くね、エルフンより遅いんだマニューラ。なんか多分素早さ削ってるよなこれ。まあでもタスキを持ってて、しかもトリプルアクセルが、これはもう前段必中するまでもなく各位置でもらって縛られて、しばき上げられていく。どうしよう。じゃあもうこれ海流出す。いやマリルリからさすがに。結局氷の粒でマルチスケールが解除されちゃうから、それがあまりに美味しくないのね俺からしたら。なのでここはしっかりとマリルリでアクアジェットでとどめさしに行こうか。粒手、まあでもこの粒手これ良くないと思うけどな。正直腹あいこ積まれたらめちゃくちゃ裏目じゃないそれっていう、なんかちょっと説教してみたことを言うけど、俺だったらこういうとこで絶対打たないですね。タスキ持ってるポケモンだったらまああるけど、マリルリに先行技打たないかな俺だったら。うわーでもそっか、生拳がいるから別に腹あいことか関係ねえよな。こいつマジきちんだよな。まあ、かといってマリルリでゴリ押すわけにもいかんから、これカエリュー行くしかねえか。まあ、ちょっとカエリューの二刀流っていう強みを見せつけてやんなきゃダメじゃないこれ。カウンターこう上、クソ怖えこの生拳。いやこれ裏何なんだろう、これ裏何だろうな。一発さ、いやまあ雷普通に打つか一回。オッケー、当たってくれた。いやこれマジでマジででかい。普通にこれ外すの怖いから大魔切るっていうレベルになる。わあ、であんま効かねえな。え嘘だろ。ちょっと待って、じゃあ俺ダブルウィングを打つわ。何これ、これでも逆に両刀が生きるかもしれない。これ両刀が生きるかもしれない。うーわクソみたいな木の実持ってやがる。最悪だこの生拳。いやこれな、ちょっと待って、カウンターかミラーコートかっていう、もう2択を常に当てなきゃいけないのこれちょっと待っておい、これどうする、これどうする。何この運ゲー今でもダブルウィング見たから、物理でカウンターで来るか。何これマジで。もう一発ミラコ来るかな。いやなんかもう一発ミラコ来そう。俺もう一発ここダブルウィング打つわ。今の見て雷はちょっと安直すぎる俺だから。ここはこれでも負けたらしゃあないこれは。あーそっちあんのね。いやじゃあここ雷かな。いやでもその裏を書かれてまたミラ
あーどうだどうだこれ。あーそうだよな。いやでもさ、これちゃんと俺が両方持ってんの強くない？両方持ってんの強くない？毎回相手にタク押しつけるから。何この特殊化物理か。いやこれ相手考えてるけどさ、もうこんな俺の気分で一発で決まるから、もう生格子引っ込める、マジで。うわガブリアス嫌がった。そうだこれ強いな、このガブリアスのタクは。これサメ肌でなあ、これちゃんとこれダブルウィングがサメ肌起動しちゃって、で雷打ってた場合無効だもんな、で上から殴れるっていう感じだよねこれ。いやでも待てよ、待て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 、あーいや、いやでもマリオネ交換とかも相手は読んでくるか、俺マリオネ見せてるもんね。ただこれカエリー残さないとさ、生拳倒せん可能性あるぞ。これマリオネ変えるわ、これカエリーを切っていい場面じゃない気がする。しかもなんか最近のガブリアスなんか変な持ってるよね、なんかなんだかあの ドラゴンスケールみたいな。ダイマか、いやこれちょっとダイアースくせえけどどうなんだろう。いやでも多分ここでダイマってことは神速呼びだと思うから、神速で少しでも削られない。ダイドラグンじゃないで、でも中間でダイロックか、いやごめんダイロックか。ここで相手がダイドラグンを打つメリットは全くないもんね。ダイバーン、あーいや、いや待て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 、だったらさマリルリのダイマックスからこれまぐれんじゃね、これダイフェアリーでまぐれるっしょねえ。で多分これ後受けがもうできないからな、もうこうして、いやこれいける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 ってこれいけるっしょおい、あそこ生格子交換したのプレミじゃねえのかお前、まさか。あそこで生格子で2択当てとけばさ、帰りで少なからず落としたぞ。でこれでマリルリがガブに打ち勝って、その後にあのなんだ、あなんだっけ、あのあれだ、生拳上からぶん殴ってカウンターマリルリが受けて、最後海流でとどめさすっていう、そのプランニングでいくか。ちょっと晴れてんのがきちいな。さあしかしここはオポンががっちりと起動していく。いやこれなんだったらさ、雷必中にするためにさ大ストレーム打ってもいいかもしれないな、生拳に。いやそうしよう、これダイフェアリー打つでしょ、なんかガブリ絶対倒せるじゃんこれで。で次ダイストリーム打つわ、ダイストリーム打っとけば天候雨になって、しかもカウンターの返しじゃ死なねえから、いや完璧じゃねえこの試合。さあガブリアス倒していくさあ生拳が来ます。でこいつ有効だわ、もうそっち系の類しかないから、これはもうとりあえずダイストリーム打っていい。で生拳のタイプ半減、天候半減、耐久力って考えたらほぼダメージ入んないよね。でも意外と入ってんな。まあでもさすがにカウンターじゃ落ちないっしょ、カウンターじゃまあ落ちないはず。で次ダイフェアリーでいいんじゃね、うん、オッケーで、なんならこのダイフェアリーで落とせるか。あでも自己再生で受けられたらめんどくせえんだよな。さあ相手はもう俺の企み気づいたでしょ、完全にやべえって思ってんじゃない、やべえ天候書き換えられて、あこれ雷絶対当たるやつだみたいな。で持ち物はお盆の実だから、最近なんかイバンの実とかさ増えてきてるから、ワンちゃんなんか急に先行取り出すんで、いやまあまあ拳やっぱ勝て、いやまあでもこう自己再生連打に関しては問題ないのか。あ違う、てかもうここで海流でよくね。いやちょっと待って、いや分かんないかまだこれさ、まだ分かんなくねえか、天候がはなんかあれになるまで粘られたら終わるもんね。これどうしたらいい、ちょっと分かんなくなってきた。アクアブレイクで防御下げていく、まあ、とりあえず一回殴ろっか。多分ここ生格子普通に自己再なんだろうけど、あ結構入る、防御下がれ、下がんないか。でも生拳にじゃれつくをぶち当てて、生拳にじゃれつくぶち当ててその返しで雷、
ちょっと待って、これどうすればいい、先に雷引くちなる、ま、変えとくか、これ海流に、これ今のうちに変えた方がいいか、海流にな、ちょっと分からなくなってきた、ちょでやべえ、ちょっとみんな助けて、俺脳がバグってきたんだけど、でもこれ雷ハトシが一番やばいから、うわここで、ここでカウンター打つんだ相手、じゃあもうあれでよかったわ、いやとりあえずもう七のうちに雷連打するわ、これ生クボシガーニゼモンさ、なんか打点ないから全部耐えきなきゃダメじゃない、これだから雷雷つって打って、でミラーコートで倒してもらって、で自己再生で受け切るつもりだったら麻痺とか途中で入ったりするから、絶対にまあ俺が有利なはずだけど、ちょっと俺が脳がバグってきてる、でもこの雷が意外と効かねえんだよな、参った、オッケー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 、いやーでも自己採か、そうだよな、いや大丈夫だこれ、大丈夫、雨上がっちゃってるけど、これ結局生拳型も側もだってもう自己再生ミラコでも、あと1個攻撃技あったらちょっとやべえんだもんな、これ一発ダブルイング打つかなあ、これで熱湯とか持ってる可能性あるか、いけ、よしカウンター、うわ毒毒か、あでも大丈夫、これラムのみで一発回復が使える、俺お前毒毒とか持ってんのやべえんだけど、この生こぼし、どうする、でもなんかダブルウィングで結構押し切れそうじゃない、でここ多分ダブルウィングだな、雷ってあんま威力変わんないし、絶対こうだってドグドグだから、でもさこれ相手ドグドグ打ったらさ、あとかもうマリレ勝ちだ、マイレ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 、マジ5歳だよな、いや相手ちゃんと分かってるわ、この HP 体力を高い水準で保ち続けないと負けるっていうことを、ダブルウィングでいいや、もう雷打つ必要ね、雷はあいつ相手を舞い出したのがでかい、このダブルイングも一応外れっからな、 10% で、あこれも急所じゃね、よし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 、ドク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 、マヒレ、それかマヒレ、まあ自己再生か、いやちょっと待って、とてつもない試合になってきてる、嘘だこの体格差でさ、俺たちちょっと今圧倒されてる、生拳に、ちょっと待ってくれよ、これ負けるわけにいかんぞ、これ負けたら俺ちょっとポケモン取れない、引退よ、なむ一発参ろうぜ、よしオッケーオッケーオッケー、しびれて、たまに雷打ったりする、これあの竜の舞はあの天然があるから意味ないんですよね、ちょなんかそう一瞬よぎちゃった、あこれ竜の舞詰め勝ちなんて思っちゃったけど、天然だから意味ねえんだこいつ、まひれ、ただまいてくれもう、うわまひんね、まあ、でもさ自己再生も無限じゃないからね打てんのおいこのさ決戦はいつ終わるわけ、俺も言うてダブルウィングの PP がもう足りねえんだけどさ、ちょっと海竜が外して毒毒入るみたいなのがきついよ、なんかダブルウィング結構火力あるな、いけ、まひれ、うわー相手執念だ、執念で戦ってない相手も、こんなマリルのジャレ作ってさ、あと一発で勝てるのにさ、ダブルウィングのラスト打ちます、いやーこれダブルウィングの PP がちょここで外すとか本当やめろよ、だってでもそろそろ外すとなんだよな、今のところ10発全部当ててっからそろそろ外れるんじゃねえかっていう、 TOD とかも視野に入れられたらまずくない、自己再生ある分相手の方が有利なんだけど、だからかあの参ってくれ、お願い参れ、うわしびれねえ、しびれねえんだけど、しびれないんだけど、この生拳これなんだこれ、なんだこれ、ちょっと待って、雷打つしかなくなったぞ、ついに俺、オッケー当たった、頼む頼む、ああまあ結構入る、しびれろ、よし、えここでカウンターなの相手、毒毒を打たなかった、いけ、これでまひれ、これでまひれ、頼む、これでまひれ、頼む、まひってくれ、あと神速でいけるでしょ、まひれ頼むよ、25%、あーどこ、いやいやオッケー、いやでもあ自己再生切れたのか相手、多分もう数えてねえけど、もう16発ぐらい打ったのかな、これででも体力削ったから、あとはマリルリの、いやでも待てよみんな、これさマリルリでさ何打つ、ジャレスク外すっていう可能性もあるぞこれ、
じゃれつく外したら今度は自己再生で体力でまくられて、いやこれアクアブレイクで絶対落ちるわ。いや落ちる落ちる落ちる、これで落ちなかったらちょっと俺発狂する。これはねさすがにアクアブレイクで落ちる。これじゃれつくっちゃダメ。こういう時に限って絶対外すから頼む、行ってくれ。ちょっと待って、飛び出す中身。ああーそうだ、こんな特性あったこいつ。しかも天然じゃなかったのか結局。じゃあリュウマチが良かったってこと。ありがとうございました。いやでもちょっと楽しかったわ。